コラブさんのライブ6周年、いいね。セブトさん千秋楽のチケット取れた。お千秋楽楽しみ。あと1ヶ月で未知の夜って考えたら仕事頑張れる。頑張れ。今ライブ帰り。おコラブさんやろ。こんばんは。黒の襟付き似合いすぎる。ほんま。お、イコラブさんのライブ行ってるみんな。今日の雰囲気もいい。本当？ちょい大人っぽ。セプトさん土曜昼プレミアムシート当たりました。お、さっきね初稿台本が届いたんですよ。でそれ読んで練習しよって。こんな時間になっちゃった。土曜昼落ちたんだがまあいいけど。まあよくないでしょ。会いに来てよ。あざとかった。いやあざとあざといのかな。やっぱさ芝居って難しいですね。データでしかもらってないの。舞台申し込んだの全部当たった。楽しみ。おありがとう。ドリテラのチケット今回の選考では8公演中2公演しか取れなかった。すごいね。台本データでしかもらってないよ。そうそうそう。やほー。台本届いたらいいよって感じがするね。仕事当たった。楽しみ。お、ありがとう。エンディングライブある日当たった。花金にドリテラいいね。花金に乗れたらなんかいいね。ゴロが初日夜お待ってます。みちょ長いセリフあった。え、3行ぐらいのはあった。舞台で初めましてします。ありがとうございます。でもなんか普段のキャラと全然違うかも、もしかしたら。その髪いいですね。ご飯食べるために結んでた。なんかミーって言い出したんじゃけど。まあ。そういえばちょっと前のゲームなのにスイカのやつ気になったね。私も昨日からやり始めたんですよ。めっちゃハマってる今。月の道よけ。あ、ほんと髪まとめるとごま塩くらいの感じさ。なんかね、まとめた方がちっちゃく見える。私も多分さ、顔の大きさはさ別に ちっちゃくないんですけど、頭はね、頭が多分小さいのかな。顔は小さくないけど頭が小さい。頭ちっちゃいねって言ってもらうことは多いです。あれってスイッチだけなんだっけ。分からん。スイッチでできるっていうのを知った時はスイッチでやり始めましたけど、だけなんかは分からん。
3000点行ったら教えてくれ。2600点ぐらいは行きました。動物タワーとは違うね。なんかね、ちっちゃい果物をどん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 この枠内に落としていって、でこうひっついていくんですよ、同じものだったら。でスイカを作っていくっていうか、高得点スコアを上げていくっていうゲームなんだけど、さくらんぼから始まって、いちごになって、ぶどうになって、デコポンになって、柿になって、柿柿になって、リンゴになってみたいな段階を経て。そう、でもなんかね難しい、さくらんぼとかいちごが微妙な場所におったり、なんか大きくなっていって、でもなんか間にちっちゃいものが挟まっとって、合体線で面積はすごい取られててみたいな。難しい、めっちゃ今日なんかみちおくんって感じがしてね、ちょっと男性っぽいよね、髪結んどるけんっていうのもある。なんか男っぽいポーズないかな、男性っぽく、男性っぽく。こんばんは。そう、昨日始めたんですよ。スイカ一個作るのも結構大変。そう、めっちゃたまたま2、3回作れました。なんか1個落としたら、もともとあったやつがなんか奇跡的にポン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 ってなって、えみたいないつの間にかスイカみたいな感じ。そう、あれ柿らしいよ、オレンジかと思った。私も最初がさくらんぼっていうのがいいよね。私さくらんぼ好きなので、最初がさくらんぼっていうところにハマり、惹かれました。うん、ショートに見える？もうちょっと買ったらもっとショートに見えるんじゃない？無料なの、300円ぐらい、うん、何時間ぐらいした？わかんない。でもそんなにしてないと思います。多分3時間ぐらい合計でも、昨日と今日合わせて。ねえ、金木犀咲いてますね、幸せ。ホロライブバージョン、そうなんだ。また髪切りたい、いつかはって感じですね。今は長い、伸ばしたい、長いのが好きって感じ。あきちゃんが昨日配信でスイカゲームしたいって言ってた。私がやってたからですよ、やってたからっていうか話したから。3時間そんなしてないわ、ゲームね。えしてないよ。でも本当にすぐに時間が過ぎていく、びっくりするぐらい、あれもう45分経ったみたいな。
単純な、なんかね難しい操作方法じゃないから、分かりやすいけど奥深いみたいなし、だからこそこうなんかどんどん上のスコア、ハイスコアを狙いたくなっていく。うん、こんばんは。わかりやすいけど奥深いチャーハンみたいな感じ。水曜日のダウンタウン見てましたか？3000点超えてない。でもちゃんと攻略法とか調べました。なんかちっちゃいのから並べていった方がいいみたいな。時間制限ないから。そう、3000はダブルスイカのライン。あ、そうなん。うーん、シンプルなゲームほどハマりやすいね。配信でやりたいな。画面ここら辺にできんのかな。うーん、ダブルスイカは3500超えると思われる。ダブルスイカができたら、スイカがねその重ねていくので一番大きいの、それで2個同じものを重ねたら1個大きいあのフルーツになるんやけど、さくらんぼ、いちご、ぶどう、デコポン、かき、りんご、梨、桃、パイナップル、メロン、スイカの順番で大きくなって、じゃけんメロンとメロンでスイカになるんやけど、じゃあその一番大きいスイカとスイカはどうなるんですかってなるじゃん。そしたらスイカとスイカがこうなったら消えるんですって。じゃけん箱このキャパシティがさ、こう大きいのがあったのがゼロになるかも。ゼロっていうかその分なくなるから、ここがいっぱいになったら、ここのラインからフルーツが出ちゃったらゲームオーバーなの。ねえ、2個スイカ作って消してみたい。消えたらさゲームオーバーじゃないから。スイカ2つ入るスペースあるんやね。なんかさ、桃と桃ができとる。いや、桃と桃でね、次がパイナップルになるんですけど、桃と桃ポンってなったらパイナップルになるんじゃけどさ、桃、いちご、桃みたいなさことがあったりして、なんかこうギリつかんみたいな時があるんですよ。あの時にもうクーってなる。7300くらいがカンストらしい。そうなん。でもさ、ランキングさ、なんかこれランキングが見えるんですけど、あのオンラインの全世界なのかな。9999がおったけど、多分そこがカンストなかと思ってた。私7300なんかな。結構さくらんぼがガード役になるから愛が減りそうじゃない。愛は減らないですよ。スマホ用はない。スイカ消えるならクリアという概念はない。そう、
チゲもスイカとスイカ作ってもうそれだけで結構高得点やけど、消えたらさまたまだ続けられるから、分かんない分かんない、だからそう私ライトでやってます。ライトにいいアプリだね、まあ、全部にいいんですけどもちろん。へえ。スマホ用も出るって聞いた。あ、そうなん。で今はない。なんかね似てるものはあるんですけど、そうそうそう、あれはね本物じゃないらしいから。スイカゲームのためにスイッチ買いたい。それね NHK の方も今日おっしゃってた。スイッチライトなら買えそうなので買ってみようかね。あ、私はこの色ですよ。お揃いにしますか。お、ありがとう。私もえ、これティファニーブルーなんかな。ちょっ、うん、でも似とる。私もねティファニー好きなんだ。知っとる方は知っとるじゃんけど。うん、ちょっとお揃いか。本当に？かわいい。そう、博多座の時に買った。それでは壇上読みます。13位キヨさん、12位マンセビエンさん、11位ムームーさん、10位ホゼさん、9位コータさん、8位京の坪ゆうすけさん、7位カズノリさん、6位テリーピーさん、5位ブルーさん、4位恋してカープさん、3位共演のゆきさん、2位まささん、そして1位はドゥルルルンジャジャン、なっかんさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジャジャン、やすたかさんでした。 Thank you。 それではまた明日お会いしましょう。うん。